ロフトプラネット2はですね、ロフトプラネットから、十数年後の世界が舞台となります。この世界はですね、その十数年前には氷に閉ざされてた惑星だったところがですね、非常に人類たちが自分たちの生活圏を広げるために生活しやすいようにどん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 温暖化を進めて、その結果ジャングルが生まれたり湖が生まれたりいろんなものが生まれてきたんですけど、人間たちには住みよくなった世界なんだけど、結果として自然環境を変えていくことで大きな問題がいっぱい起こっていると、そんな時代が舞台のゲームです。温暖化が進んだことで、自分たちが住みよくなったのも一方、原住生物のエイクリッド、こちらの活動が活発になるっていう副作用ですね、そういうものが出てきました。でさらに、やはり熱エネルギーが、飛躍的に増えたことによってそれぞれを奪い合う、雪族同士の、奪い合うといったそういった問題も出てきて、やはり温暖化っていうのをきっかけにして、いろんな問題がこの EEN サードで起こってきます。